シーメンスデスラムサーパスフィックス5625デスラムはデジタル加入者線で使われるネットワーク機器である。電話局側にあり複数の加入者線を多重化して高速なインターネットバックボーンに接続する。電話会社の電話交換機とは遠隔にデスラムを配置することで DSL サービスの提供可能な距離を伸ばすことができる。接続経路住宅 商業施設などの発信源、加入者のコンピュータが DSL モデムに接続される。ローカルループ、加入者宅から最寄りの電話局までの電話回線。ラストアンマイルとも呼ばれる。中央周配線版、加入者向けの配線と内部の配線を相互接続するための終線版。デジタル加入者線では、スプリッタで配線を分岐し、デスラムに接続する。デスラム、 DSL サービスのための機器。デスラムには多数の DSL モデムポートがあり、そこから入ってきたデジタル信号を集め、多重化して一つの信号にする。デスラムの機種によっては、DSL 以外にもアシンクロナス、トランスファーモード、フレームリレー、IP ネットワークなども多重化する。多重化された信号は、局内の機関交換機を通して、 最大1 0ビット s のアクセスネットワークに接続され、インターネットサービスプロバイダーに送られる。OSI 参照モデルで言えば、デスラムは純粋なデータリンク層の装置であり、巨大なスイッチングハブのような働きをする。デスラムは、必ずしも、電話局に設置されるとは限らず、より加入者に近い局外設置もある。これと FTTX を組み合わせることもある。 デスラムは、マルチプレクサというだけでなく、DSL モデムの集合体でもある。各モデムは加入者側の DSL モデムと通信する。モデム群は、デスラムとして一体化しており、個別のモデムがハードウェアとして独立して、内蔵されているわけではない。従来のモデムと同様、この DSL モデムは回線を調べ、最大データ転送速度を出せるように適用する、能力がある。 物理的には同じツイストペアケーブルを使っていてもイーサネットよりも d s l サービスの方が長距離の通信が可能なのはこのためでもある。野外に置かれたデスラム。右側の MDF より左側のデスラムに配線しているツイストペアケーブルでは周波数が高いほど減衰が激しい。したがってデスラムと加入者の距離が長いほどデータ転送レートは低くなる。 いかに距離とデータ転送レートの大まかな関係を示す。実際の条件によっても大きく変化するが、2km を超える場合は、より近い場所にデスラムを設置しないと、それなりの転送速度は得られない。デスラムは、加入者から上流のルーターに渡す際にヴィラントラフィックにタグ、付けする機能を持っていることがある。完全なファイアウォールというわけではないが、 パケットフィルタリングを行うデスラムもあり、ポート間トラフィックを排除したり、特定の通信プロトコルのパケットを排除する。デスラムはまた、ディフサーブや優先度付き Q などのクオリティオブサービスをサポートしている。加入者のコンピュータは、ADSL モデムや DSL ルーター経由で、普通のツイストペアケーブルの電話線で、公衆交換電話網と接続され、 デスラムに接続される。デスラムには複数の集合カードがあり、各カードには複数の入出力ポートがあって、それぞれが加入者の線と接続される。典型的な集合カードには24個程度のポートがあるが、個数は機種によって異なる。デスラムを格納する筐体には4 8トの直流電源が供給される。典型的なデスラムには、 電源装置、デスラム筐体、集合カード、ケーブル、上流リンクが含まれる。上流リンクとしては、ギガビットイーサネットや、数ギガビットの光ファイバーリンクが使われることが多い。IP デスラムは、トラフィックのほとんどを IP ベースで行うものである。従来のデスラムは、上流に ATM ルーター、スイッチがあって、ATM 回線で接続されていた。そして、 ATM ルーター、スイッチで IP トラフィックを抽出して IP ネットワークに渡していた。IP デスラムではデスラム自身が IP トラフィックを抽出する。したがって高価な ATM 機器が不要となり、同時に機能的にも向上する。ありがとうございます。